2. ようこそ太陽系へ。太陽系の端を見に行く。昨今の天文学者は度肝を抜くようなことをやってのける。月面で誰かがマッチを吸ったとしたら、その炎を見つけることなどお手の物。遠い星々のかすかな震えや揺れをもとに、目に見えないほど彼方、宇宙船で出かけたら50万年もかかる距離にある惑星の大きさや性質はおろか、潜在的な居住適性まで推理してしまう。電波望遠鏡でごく微量の電磁波の放射を捉えることだってできる。どれくらいわずかな量かというと、観測開始1951年以来、太陽系の外から集めたエネルギー量の総和ですら、カール・セーガンの言葉を借りれば、ひとひらの雪が地面を叩くエネルギーにも満たないほどだ。要するに、本人たちにその気さえあれば、天文学者が見つけられないような出来事はこの宇宙には滅多にないということだ。1978年まで誰も冥王星の衛星に気づかなかったという事実を思えば、なおさらこれには驚かされる。1978年夏、アリゾナ州フラッグスタッフでいつものように冥王星の写真画像を調べていたアメリカ海軍天文台勤務の若い天文学者ジェームス・クリスティは、何かぼやけてはっきりしないが、明らかに冥王星ではないものが写っているのを発見した。同僚のロバート・ハリントンの意見を参考にした上で、衛星だろうと判断した。ところが、それはありきたりの衛星ではなかった。望惑星に比べての大きさが、太陽系で最大の衛星だったのだ。クリスティの発見は、もともとあまり強固でなかった惑星としての冥王星の地位に大きな打撃を与えた。衛星が占めていた空間と冥王星が占めていた空間は、それまで同じ一つの空間だと認識されていたことから、発見によって冥王星の大きさが過去のいかなる推定値よりもずっと小さく、彗星の大きさすらないことが明らかになった。実際、太陽系には冥王星より大きい衛星が月を含めて7つもあるくらいだ。さて、そこで素朴な疑問が生まれる。私たちの太陽系の中だというのに、衛星一つを見つけるのになぜこれほど手間取ったのだろう。それは天文学者たちが観測機器を向けている方角の問題であると同時に、天文学者の用途に合わせた望遠鏡の設計の問題であり、また冥王星自体の問題でもある。中でも観測機器の向きという要因は大きい。天文学者のクラーク・チャップマンはこう説明する。大抵の人は、天文学者というのは夜天文台に出かけて行って空を操作スキャンするものだと思っています。ところがそうではない。天文台の望遠鏡は世界中ほとんどどこでも純正クエーサーを眺めたり、ブラックホールを探したり、遠くの銀河を見たりという目的に即して、遥か彼方の空にあるごくちっぽけな物体を見極められるよう設計されています。望遠鏡で空をスキャンする本格的な観測網はただ一つ、軍用に立案構築されたものしかありません。日頃私たちはアーティストの描く絵図を見慣れているせいで、実際の天文学ではありえない鮮明な画像を思い浮かべてしまうが、クリスティの写真に捉えられた冥王星は不鮮明でぼやけ、宇宙の綿くずのように見える。そしてその衛星はナショナルジオグラフィック誌のページにあるようなロマンティックなバックライト効果でくっきりと輪郭の浮かび上がったお供の球体ではなく、綿くずの隣にあるちっぽけでよくよく目を凝らさなければわからないようなかすんだモヤモヤでしかない。何しろおぼろにしか見えないので、
再度その衛星を探し当て存在していることを裏付けるのに7年もかかった。クリスティがフラッグスタッフの天文台で衛星を発見したのは奇遇というべきで、1930年に冥王星が初めて見つかったのもこの町だった。天文学会のこの重大事は天文学者パーシバル・ローウェルの功績に負うところが大きい。ローウェルはボストンでも指折りの由緒ある資産家、あの有名な俗用の歌詞、ボストンは豆とタラの町、ローウェルはカボットしか相手にしないが、カボットは神しか相手にしないに登場する一家の家に生まれ、亀井のついた名高い天文台を寄贈しているが、パーシバル・ローウェルの名を忘れられないものにしたのは、何といっても火星に関する彼の自説で、火星は働き者の火星人たちが肥沃な赤道近くの乾燥地を灌漑するために両極から引いた運河で覆われているというものだった。他にもローウェルは確固たる信念を持って海王星の外側のどこかに未発見の9番目の惑星が存在すると主張し、惑星 X と呼んでいた。自ら天王星と海王星の軌道に見つけた乱れをよりどころに絶対にあると信じたガス状の巨星を探すことに晩年を捧げた。その探求による疲れも手伝ってか、あいにくローウェルは1916年に急逝。遺産相続人たちが財産をめぐって争う間、惑星 X 探しは中断された。しかし火星運河伝説すでに赤っ恥となっていたから、世間の目をそらす意味もあって、1929年、ローウェル天文台の理事たちは探求再開を決定し、担当者としてイリノイ州出身のクライド・トンボーという若い男を雇い入れた。トンボーは天文学者としての正式な教育は受けていなかったが、仕事熱心で、また判断力にも優れていたので、1年間粘り強く探索を続けた結果、きらめく天空のぼーっとかすんだ天でしかなかった冥王星をなんとか探し当てることができた。発見自体が快挙だったが、それをさらに著しいものにしたのは、海王星の外側に惑星が存在するという予測を導き出したローウェルが、その拠り所とした観測の所見が全面的に誤りであることを示した点だった。冥王星がローウェルの仮定したような巨大なガスの球とはまるで違うことにトンボーはすぐに気づいた。しかし何にでも素直に感激した時代のことだ。新惑星の特徴についてトンボーに限らず誰もが疑問を抱いていたとしても、そういう疑問は大ニュースが発表されると決まったように湧き起こる熱狂の波にたちまち押し流されてしまった。アメリカ人による初の惑星発見という事実の前には、冥王星が実は遠くにある小さな氷の玉に過ぎないという見解に真剣に耳を傾けようとする者はいなかった。冥王星プルートと命名されたのも、一つには最初の2文字がローウェル、パーシバル・ローウェルのイニシャルに当たったからだ。ローウェルは死後第一級の天才として至るところで称賛されたのに対し、トンボーは大方忘れ去られて、ただ惑星専門家たちからの崇敬を受けるにとどまっている。天文学者のごく一部には、今も惑星 X が多分木星の10倍はあろうかという文句なしのどでかい惑星としてどこかに存在するが、遠すぎて私たちからは見えないのだと考える向きもある。太陽光がほんのわずかしか届かないため、ほとんど反射されないのだろうと。その星は木星や土星のような通常の惑星ではなくて、おそらく
6、7兆キロ彼方のことだから遠すぎて通常の惑星ではありえない。太陽になりきれなかった太陽のようなものだと考えられている。宇宙にある恒星系はおおむね連星系なので、太陽が一つしかない私たちの太陽系はむしろ少し変わり種だということになる。冥王星そのものについてはどのくらい大きいのかとか、なんでできているのかとか、周りをどういうガス帯が取り巻いているのかとか、あるいは一体冥王星とは何なのかという問いに対してさえ自信を持って答えられる人間がいないのが現状だ。天文学者の多くは惑星説を頭から否定し、冥王星は銀河のかけらが集まったカイパーベルトという領域で見つかった今のところ最大の天体に過ぎないとしている。カイパーベルトに関する学説は実際には1930年にFC レナードという天文学者が建てたものだったが、名前を冠せられる名誉を授かったのは学説を押し広げたオランダ生まれのアメリカ人研究者ジェラード・カイパーだった。カイパーベルトは短周期彗星と呼ばれるものの巣だ。短周期彗星はかなり定期的に飛んでくる彗星で、一番有名なのはハレー彗星だろう。もっとデブ賞の長周期彗星、最近来たのはヘールボップ彗星や百武彗星は、さらに遥か彼方のオールトの雲から飛んでくる。オールトの雲についてはすぐにまた詳しく触れることにしよう。冥王星の動きは確かに他の惑星と多少異なっている。見た目にチビでぼやけているだけでなく、運行にムラが多くて、1世紀後の正確な冥王星の位置を誰も知りようがないほどだ。他の惑星はだいたい同じ平面上に軌道を描いて回っているのに、冥王星の公転軌道は共通の軌道面からポンと叩き出されたように17度傾斜している。ちょうど斜めにかぶった帽子のつばのような感じだ。軌道が非常に変則的なので、太陽の周りを一人離れて一周する間、冥王星はかなりの期間海王星よりも地球寄りの位置にある。実際1980年代90年代はほぼずっと海王星が太陽系の中で最も遠い惑星だった。1999年2月11日になってようやく冥王星は外側の軌道に戻り、その後228年間はそこにとどまる模様だ。というわけで、冥王星が本当に惑星ならばおかしな惑星であることは間違いない。とても小さくて地球の質量の 1% のそのまた4分の1しかない。アメリカ合衆国の上空に浮かべたとすると、その影が覆う面積はアラスカとハワイを除いた本土の半分にも満たない。こういう惑星があるというだけでも極めて変則的だ。つまり私たちの太陽系は内側を回る4つの岩石惑星と外側の4つのガス巨星とちっぽけな一個の氷の玉から成り立っていることになる。さらに今後、宇宙の同じ区域にもっと大きな氷の星が相次いで見つかってもちっとも不思議はなさそうなのだ。そうなると厄介な問題が持ち上がる。クリスティが冥王星の衛星を発見してからというもの、天文学者たちは宇宙のその一角に前より注意深く目を向けるようになり、2002年12月初めの時点で太陽系外縁天体とか海冥間小惑星プルーティノと呼ばれる天体が600以上発見されている。ヴァルナと名付けられたものなどは冥王星の衛星とほぼ同じ大きさだ。
今や天文学者たちはそういう小惑星群が何十億もあるのではないかと考えている。ことを難しくしているのはそれらの天体の多くが恐ろしく暗いことだ。アルベド、すなわち太陽光の反射能がわずか 4% と石炭の塊と同じ程度しかなく、しかもその石炭の塊が60億キロも離れたところにある状態なのだ。ところでそれは一体どのくらい遠くなのだろう。ほとんど想像を超える距離だ。宇宙空間はただもう巨大としか言いようがない。楽しく知識を増やす試みとして、ここで今から私たちがロケット旅行に出かけることを想定してみよう。そんなに遠出はしない。ちょっと我らが太陽系の端っこまで行ってみるだけだが、とりあえず宇宙空間がどれほど大きいものか、そして私たちが占めている領域がいかに小さいものか、感触を得ておく必要がある。はじめに断っておかなくてはならないが、夕食までには戻れない。光の速度でも冥王星まで6時間かかる。もちろん私たちはそんなに早くは移動できない。速度は宇宙船次第で、これが結構もたもたしている。人間の手になる物体で最高速度を出したのは無人惑星探査機ボイジャー1号と2号で、両機は現在時速約5万6000キロで私たちからどんどん遠ざかりつつある。探査機ボイジャーがあの時1977年8月と9月打ち上げられたのは175年に一度のタイミングで、木星、土星、天王星、海王星の4惑星が一列に並んだからだった。この配列だとボイジャー2機は重力の助けという技を利用して、無知のしなるような動きでガス星雲からガス巨星からガス巨星へとポンポン飛んでいくことができる。そういう裏技をもってしても天王星に到達するのに9年、冥王星の軌道を通過するまでに12年かかった。テクノロジーは着実に進歩しているから、次に木星が有利な位置に来る2006年1月まで待てば、わずか10年ほどで冥王星に到着できる。アメリカ航空宇宙局 NASA の探査機ニューホライズンズが冥王星に向けて打ち上げられることが暫定的に予定されている。実際2006年1月19日に打ち上げられた。ただしキロはかなり時間がかかることを覚悟しなければならない。いずれにしろ長旅になることは確かだ。さて、飛び立ったあなたがまず気づくのは、おそらく宇宙空間スペースとは実にうまい呼び名であり、そこではげんなりするほど何も起こらないということだろう。私たちの太陽系は近辺の何十兆キロに及ぶ大空間の中で最も活気のあるところと言えそうだが、それでもそこで目にするものすべて、太陽、惑星とその衛星、小惑星帯に転がっている10億の岩石、水星、その他漂流する種々雑多な岩石などをひっくるめても、利用可能なスペースの1兆分の1を占めるにも足りない。さらに、やはりすぐ気づくのは、今までに見た太陽系の地図がどれも恐ろしく縮尺を無視して書かれていることだ。学校にある地図ではおおむね惑星と惑星が近所付き合いのできそうな感覚で並んでいるように見える。外側にある巨星が互いに影を落とし合っているようなイラストを見かけることさえ少なくない。が、これは同一紙面に全てを収めるためにどうしても必要な騙し絵なのだ。海王星は実際には木星のちょっと先にあるわけではなく、木星のはるか彼方、地球から木星までの距離の約6倍、
木星から離れたところにあって、あまりの遠さに木星が得る太陽光の 3% 分しか海王星には火が当たらないほどだ。こんなに拡散していては現実問題として太陽系を一定の縮尺率で描くのは無理だ。たとえ教科書の端に幾重にも折りたたんだ紙を貼り付けても、長い長いポスター用紙を使っても、正確な縮尺率とはかけ離れたものにしかならない。地球の直径がエンドウ豆くらいになる縮尺で太陽系を削除すると、木星は300メートル先、冥王星は 2.4 キロ先になる。しかも大きさはバクテリア程度だからどのみち見ることができない。同じ縮尺率を用いた場合、太陽系に一番近い恒星プロキシマ・ケンタウリに至ってはほぼ1万6000キロの彼方だ。全体の縮尺率を上げて、木星が分末のピリオド、冥王星がせいぜい分子のサイズになるように縮めたとしても、冥王星はまだ10メートル以上向こうになる。というわけで太陽系は全くもってとてつもなく広い。私たちが冥王星にたどり着く頃には太陽から遠く離れすぎて、あの暖かで肌を小麦色に焼き活気をもたらす麗しいお日様はピンの頭ほどのサイズになっている。ちょっと大きめの明るい星といったところだ。この赤涼とした虚空を体験して、ようやくあなたはかなり重要度の高い物体、例えば冥王星の衛星が今まで見落とされていたこと、事情を飲み込み始める。見落とされていたという点では冥王星は決して珍しい例ではない。ボイジャーの惑星探査以前には海王星には2つの衛星があると考えられていたが、ボイジャーがさらに6個を発見した。私が子供の頃は太陽系の衛星数は30だとされていた。それが今では全部で少なくとも90の衛星があり、そのおよそ3分の1がここ10年以内に見つかったものだ。